ジョン・クレップス・ウィクリフ・ベッカムは、アメリカ合衆国の政治家、弁護士であり、第35代ケンタッキー州知事と、アメリカ合衆国上院議員を務めた。アメリカ合衆国憲法修正第17条が、成立して、初めて民衆の選挙で選ばれた、アメリカ合衆国上院議員になった。ベッカムは著名な政治家一家の出身であり、 1899年のケンタッキー州知事選挙では民主党の知事候補、ウィリアム・ゴーベルの副知事候補に指名された。ただし、この時のベッカムはまだ30歳に達しておらず、知事になるとすれば法定年齢に達していなかった。選挙で、ゴーベルは共和党候補のウィリアム・エス・テーラーに敗れたが、ケンタッキー州議会は選挙の結果について異議を提出した。 それに続いた政治的混沌の間にゴーベルが暗殺者によって撃たれた。その1日後に衆議会がゴーベルを当選とするために十分な数のテーラー票を無効と判断し、ゴーベルは死の床で宣誓して知事に就任した。テーラーは民主党が多数を占めるケンタッキー衆議会に選挙結果を盗まれたと主張し、知事の座をめぐってテーラーとベッカムの間で 法廷闘争が続いた。最後はベッカムが知事として認められ、テイラーは州外に逃亡した。ベッカムは知事を退任した後に、アメリカ合衆国上院議員に立候補した。禁止法を支持する姿勢ゆえに、同じ民主党議員の4票を失い、議席は共和党のウィリアム・オーブラッドリーに持っていかれた。その6年後、議会ではなく、 選挙民による選挙で上院議員の座を射止めたが、そのさらに6年後は、禁酒法支持と女性参政権不支持のゆえに再選を阻まれた。その後の20年間、州内の政界では活動的な役割を続けたが、1927年の知事選や1936年の上院議員選に出たが、選挙には勝てなかった。 1940年1月9日にルイビルで死んだ。JCW ベッカムは1869年8月5日に、ケンタッキー州ネルソン郡のバーズタウン近く、ウィックランドで生まれた。父は、ウィリアム・ネザートン、ベッカム、母は、ジュリア・テビスだった。母方の祖父・チャールズ・エイ・ウィクリフは1839年から1840年まで、第14代ケンタッキー州知事を、 さらにジョン・タイラー大統領の内閣で郵政長官を務めた。おじのロバート・シー・ウィクリフはルイジアナ州知事を務めた。ベッカムはバーズタウンのローズランド・アカデミーで初等教育を受けた。1881年12歳でケンタッキー州下院の球児になった。後にケンタッキー州リッチモンドにあるセントラル大学に入学したが、 未亡人になった母を支えるために17歳で退学するしかなかった。その2年後、バーズタウン公立学校の主任となり、1888年から1893年まで勤めた。この頃にケンタッキー大学で法律を勉強し、1889年には法学の学位を得た。法廷弁護士にも認められ、1893年にバーズタウンで 法律実務を始めた。ネルソン軍の民主党青年会の会長も務めた。ベッカムの西歴は、ケンタッキー州会議員に無投票で選ばれた1894年に始まった。連続4期を務め、会員議員としては、最後の年である1898年には会員議長となった。1900年から1920年まで、 毎年民主党全国大会の大議員にも選ばれた。民主党のウィリアム・ゴーベルが1899年ケンタッキー州知事選挙でベッカムを自分の副知事候補に選んだ。ゴーベルは副知事候補に選ぶ者は出身軍の票を自分に持ってきてくれることを期待したが、ベッカムが生まれたネルソン軍はすでにライバル候補に課題でしており、そのためにベッカムを選ぶことを躊躇した。 しかし、ゴーベルの友人たちが、ベッカムは、ゴーベルの抱く改良政策に忠実になるが、ゴーベルが副知事候補として検討している他の二人は、彼に対抗する上院委員会に就くことになると受け合った。この時ベッカムはまだ30歳になっておらず、この選別された時点では、知事としての最小年齢に達していなかった。 ゴーベルは接戦となった選挙で共和党候補のウィリアム・エス・テーラーに敗れた。1900年1月2日に衆議会の会期が始まった時、即座に選挙結果に異議申し立てが出された。議会の両院ともに民主党が支配しており、選挙結果が逆転されるのは確実に思われた。1900年1月30日、ゴーベルが集会議事堂に入ろうとしている時に、 暗殺者によって撃たれた時も議会はまだ検討を重ねていた。翌日、ゴーベルが地元ホテルで傷の手当てを受けている間に議会はテイラーに入っていた。票の多くを無効化して選挙結果を逆転させた。同日、ゴーベルはベッドにありながら宣誓して州知事に就任した。その3日後、起き上がれないままにゴーベルは死んだ。テイラーが議会の判断を認めず、 知事の座を降りなかったので議会の混乱が続いた。議会の共和党議員はテイラーの命令に従い、一方民主党議員はテイラーを無視して、その指導層の命令に従った。1900年2月21日、テイラーとベッカムは事態を司法の判断に委ねることで合意した。第一審はルイビル巡回裁判所で審理され、ベッカム有利の判断になった。共和党は 当時州内で最終審だったケンタッキー州控訴裁判所に控訴した。1900年4月6日、控訴裁判所は下級審の判断を指示した。テイラーはアメリカ合衆国最高裁判所まで上訴したが、同裁判所は1900年5月21日に本件の審理を棄却した。最高裁判所で唯一テイラーを指示したのは、ケンタッキー州出身のジョン・マーシャル・ハーラン。 バ席判事だった。合衆国最高裁判所の判断が出た後、テイラーはゴーベル暗殺への関与を問われることを恐れ、インディアナ州インディアナポリスに逃亡した。ベッカムが知事代行となったが、先の選挙をめぐる特殊な事情があったので、ゴーベルの残り人気を埋めるのは誰かを決めるために、11月6日に特別選挙が行われた。ベッカムは、 共和党候補ジョン・ W ・ヤークスに対して4000秒、足らずの差で勝利した。この特別選挙の直後にベッカムは、オーエンズボロ出身のジーン・ラファエル・フクアと結婚した。この夫婦には2人の息子が生まれた。知事としてのベッカムは、民主党及び、州の団結を求めた。その動きの一部として、ウィリアム・ゴーベルが、州上院議員であった間に成立させた、ゴーベル選挙法と呼ばれた。 あからさまに党の利益を優先する法の修正を支持した。道路や州の教育体系改善など議論を呼ばない問題に集中した。ゴーベルと共に知事選挙運動中に訴えた教科書価格の統一を定める法を推奨した。ベッカムの任期で成立した大きな法としては州の歳入を50万ドル増やすことになる増税案と両親の合意なしに14歳未満の子供を 働かせることを禁じる児童労働法だった。ケンタッキー州憲法は2期続けて、州知事に就任することを禁じていたが、ベッカムは1903年に新たに4年間知事としての指名を求めると宣言した。その出馬については裁判所に異議申し立てがなされたが、裁判所の判断は、ベッカムが最初の任期を4年間務めていないので、次の任期に出馬する資格があるというものだった。 一期目に和解を進め、議論の少ない改革を行った実績があったので、党内の指名争いでも特段反対はなく、指名された。共和党の対抗馬モリス・ B ・ベルナップからも、選挙運動中に指摘されるような問題がなかった。知事選挙では、ベルナップとその他三人の弱小候補を破って再選された。ベッカムの二期目に、 厳修会議事堂建設のための予算が付けられた1904年の議会に対するメッセージでは、一期目に成立していなかった統一教科書の問題を再度取り上げた。この法は1904年の会期中に成立した重要法の一つだった。この会期中に、新しい集会議事堂と古豪ベルチ自への記念碑の建設予算が承認された。1904年3月、 ケンタッキー州のすべての学校で人種分離を義務付ける、霊法にベッカムは署名した。1850年代から東ケンタッキーで人種統合を進めていた私立カレッジ、ベリアカレッジが即座にこの法に対する異議申し立てを行った。法のしは巡回裁判所とケンタッキー、高訴裁判所で指示された。ベリアカレッジは、 アメリカ合衆国最高裁判所まで上訴し、1908年、最高裁判所は8対1の評決で、ベリア・カレッジの訴えを退けた。ジョン・マーシャル・ハーラン売席判事のみが、反対意見だった。1904年の会期の終わり近く、議会は、カーター軍、エディオット軍、ルイス軍のそれぞれ一部を合わせて、ベッカム軍の創設を承認した。オリーブヒルが、 軍庁所在地に指定された。まもなく、新軍が、州憲法に規定される、最低面積四百平方マイルに満たしておらず、また母体となった軍も四百平方マイル以下になったので、新軍の存在自体に意義が提出された。カーター軍も、この訴訟に加わり、ベッカム軍の境界が、カーター軍の軍庁所在地であるグレーソンに近すぎること、また、ルイソ軍の軍庁所在地である、 バンスバーグにも近すぎると主張した。州憲法では、軍社会が、軍庁所在地から10マイル以内にあることを禁じていた。1904年、ケンタッキー州高所裁判所は、原告の申し立てを指示し、ベッカム軍を消失させた。1906年の議会会期では、ニューヨーク州検事チャールズ・エヴァンズ・ヒューズの指導に基づき、腐敗した保険会社の調査と告発を奨励した。 特に保険会社が違法な目的で手元に、大量の現金を置いておくことを可能にする、配当の遅延という慣習を止めさせるよう推薦した。さらに州内で事業を行う保険会社には、ケンタッキー州内で得た収益の特定比率を投資して、経済を活性化させ、不正行為に対して保険契約者を保護することを求めた。州西部で起きたブラックパッチタバコ戦争に対しては、 これを鎮めるための州軍の派遣を拒んだ。その拒否については憲法上の理由を挙げたが、おそらくは政治的な理由であり、その地域では民主党が優勢だったので自分の党に挑戦したくなかったからだった。ベッカムは南北戦争の時の負債を連邦政府から徴収することで事実上州の負債をなくした。州の財政が改善されたことで州議会は 州内の市販学校のうちの2校、すなわちボーリンググリーンにある西部州立教員養成カレッジとリッチモンドにある東部州立教員養成カレッジの拡張を評決した。ベッカムは議会との関係が良好だったので、1906年6月に大胆な政治的動きを行った。すなわち11月に民主党の知事候補と上院議員候補を指名する。 予備選挙を行うことであり、知事の場合は選挙の1年前、上院議員については選挙の2年前という日程だった。ベッカムは次に上院議員になることを望んでおり、予備選挙を2年前倒しできれば、知事である間に党の候補指名を得られることになるはずだった。また、自分の影響力を行使して、後継知事候補を選ばせることも可能だった。ベッカムが後継知事に選んだのは、 州監査官、サミュエル・ウィルバー・ヘガーであり、予備選挙では挑戦者の NB ・ヘイズを容易に破った。上院議員の予備選挙では、元州知事のジェームズ・マクリアリーが対立候補になったが、ベッカムが1万千秒差で勝利した。ベッカムの州知事としての任期は1907年12月10日に終わった。1908年1月、2年前に行われた予備選挙のおかげで、 アメリカ合衆国上院議員の指名を衆議会求める民主党候補になっていた。共和党は元州知事のウィリアム・オー・ブラッドリーを候補に挙げてきた。1回目の投票でベッカムは66票を確保、したが指名に必要な69票には届かなかった。ブラッドリーは64票だった。民主党員のうち7人がベッカムに投票していなかった。 その後の6週間で25回の投票が行われたが誰も過半数を取れなかった。この時民主党の大統領候補者であるウィリアム・ジェニングス・ブライアンがベッカムを応援していたにもかかわらずこの状況だった。民主党員の中にはベッカムが撤退してもっと受け入れられやすい候補者が出馬するよう圧力をかけてきた者もいたがベッカムがそれを拒否した。 1908年2月も終わり近くなった時に行われた29回目の投票で4人の民主党員がブラッドリー支持に回りブラッドリーが過半数を得て当選した。ベッカムは熱心に禁止法を支持していたのでこの選挙結果になった可能性が強い。その姿勢は強力なルイビル・クーリエ・ジャーナルの編集員ヘンリー・ワッターソンと対立することになった。 ベッカムは知事である時にルイビルのアルコール業者や政治マシーンと衝突したことがあった。1907年5月にルイビル氏のウィスキーリングが選挙に干渉したためにケンタッキー州高訴裁判所がルイビル氏の市長選挙結果を無効とした時、ベッカムは若い弁護士で禁酒運動家のロバート・ワース・ウィンガムを11月に再選挙が行われるまでの暫定市長に指名した。 ビンガムは警察署における汚職を排除し、賭博場を閉鎖し、日曜日に酒場を閉鎖するブルーローを執行した。その後でウィスキーリングがベッカムはルイビル出身議員の支持を失ったと宣言した。1908年の上位議員選挙では、ベッカムから離反した民主党員4人のうち3人がルイビル出身議員だった。この敗北後、ベッカムは法律実務に戻った。 その6年後にもベッカムは上院議員になろうとした。この時までにアメリカ合衆国憲法修正第17条が成立しており、上院議員は衆議会ではなく選挙民の選挙で選ばれることになっていた。民主党の予備選挙では12年間アメリカ合衆国会議員を務めてきたオーガスタス・スタンレーをベッカムが破った。 共和党は、元州知事のオーガスタス・ウィルソンを指名してきた。ベッカムは、ウッドロー・ウィルソン大統領の支持も得て、3万2千秒差で当選した。ベッカムは1915年から1917年まで、アメリカ合衆国労働省の上院歳出委員会、さらには、上院軍事問題委員会の議長を務めた。上院軍事問題委員会では、キャンプザカリー・テイラーと、 ノックストリデという二つの大きな軍事訓練基地をケンタッキー州に確保することに成功した。キャンプザカリー・テイラーは第一次世界大戦後に廃止されたが、ノックストリデはアメリカ合衆国近海保管所になった。アメリカ合衆国が第一次世界大戦後に参戦。すると、ベッカムはウィルソン大統領への支持を続け、国際連盟の考えを支持した。ベッカムは 禁止を支持する立場を貫き、アメリカ合衆国憲法修正第18条で、国内でアルコールの輸入と販売を禁止する条項の成立を支持した。この修正条項は1920年に批准され、有効になった。ベッカムは女性が政治との関与から保護されるべきと信じており、女性参政権を認める憲法修正第19条には反対した。 この修正条項は1919 19年2月10日に一旦否決されたが同年6月4日には成立した。ベッカムは2回とも反対票を投じた。1920年の上院議員選挙で民主党は反対意見もなくベッカムを再指名した。共和党の対抗馬はリチャード・ピエルンツとだった。禁法によって州内のアルコール醸造産業と酒場の営業は潰れており、 これらの産業が流盛していた地域では民主党大統領候補のジェームズ・ウェム・コックスが得た票数よりもベッカムは5000票以上少ない票しか得られなかった。女性票も得られなかった。1914年のベッカムの選出以降人気がなくなったウィルソン大統領の支持でも票を失った。エルンストは5000票足らずの差だったが投票総数の50.3%と過半数を 確保し49.7%のベッカムを破って当選した。ベッカムは上院議員が一期で終わったが、その間に同じくケンタッキー州から選出された上院議員はオリー・エム・ジェームズ、ジョージ・ビー・マーティン、オーガスタス・スタンレーがいた。ベッカムは上院議員の任期が明けるとルイビルでの法律実務を再開した。1927年にはサイド州知事に挑戦した。 この時は領友であるロバート W ・ビンガムが買収していたルイビル・クーリエ・ジャーナルの指示を得ていたジョッキークラブと呼ばれる強力な政治マシーンの反対を受けたこのクラブの関心は州の競馬場でパリ・ミューチュエル方式という配当を決定する一つの方法を認める方を確保することだったジョッキークラブは二大政党の予備選挙に候補者を出した民主党予備選挙ではベッカムが クラブの比較的曖昧な候補者ロバート・ティー・クローを破った。共和党の予備選挙でクラブが指名したフレム・ディサンプソンは党の指名を勝ち取った。知事選挙の投票では以前にジョッキークラブの支援で当選していた現職民主党知事ウィリアム・ J フィールズの支持を確保できなかった。この時の選挙では副知事を含め州の役人のすべてで民主党が勝利したが ベッカムは3万2000秒差でサンプソンに敗れた。この選挙でジョッキークラブは50万ドル以上を使ったと推測されている。1935年の州知事選挙でもベッカムが民主党候補になると予測されたが、1934年遅くにベッカムの息子が死に、ベッカムは心を乱され、妻が出馬に反対した。民主党は、 ヘンダーソン出身の A.B. ハッピーチャンドラーを指名し、チャンドラーは当選した。ベッカムがチャンドラーを支持したので、チャンドラーは1936年にベッカムをケンタッキー州公共事業委員会に指名した。ベッカムは事業規制委員会にも務め、州政府最高制委員会では議長を務めた。ベッカムの成果であるウィックランドはアメリカ合衆国国家歴史登録罪に、 指定されている1936年、ベッカムはアメリカ合衆国上院議員に戻ろうとした。ジョッキークラブの長であるジェームズ・ B ・ブラウンは1930年にその銀行帝国が崩壊した時に財産と影響力を失っていた。1933年、ベッカムの名優であるロバート・ビンガムが中英大使に指名され、その名声と影響力を増していた。ベッカムは 高山労働者組合とルイビル市長、ネビル・ミラーの支持も得ていた。民主党のアメリカ合衆国会議員で、元ケンタッキー州会議長だったジョン・ワイ・ブラウンの参戦で、選挙戦は混戦になった。ベッカムはチャンドラーの知事選出馬を応援し、その見返りにチャンドラーから上院議員選挙での支援を得ることになっていた。しかし、チャンドラーはベッカム支持を投げ出し、 ブラウンは、ビンガムとチャンドラーの支持がなければ勝てないはずだった。実際にブラウンは8万5000票を得たが、その大半はベッカムから流れたものだった。共和党の現職、MM ローガンが2385票差で、選挙戦を制した。ベッカムは1940年1月9日、ルイビルで死去し、フランクフォートのフランクフォート墓地に埋葬された。オクラホマ州、ベッカムは、 1907年のオクラホマ州憲法制定会議で大議員を務めたケンタッキー出身者の提案でベッカムの栄誉を称えて名付けられた。聖火であるウィックランドは1973年2月16日にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された。ありがとうございます。